はい、じゃあ、スイープ説明していきますね。まあ、よくある、まあ、よくベーシックって言われている、まあ、脇差しの状態からひっくり返すってやります、ね。で、まあ、相手、分かりやすく相手がこう、まあ、正座、ベースだった時ですね。そういう時に、まあ、僕、ここ座った状態で、で、正面じゃなくて、まあ、ちょっと90度ぐらい体開いた状態にします、ね。まあ、正面の。これで、まあ、近い方の相手の動きをこう、押さしていく。で、まあ、帯とか、まあ、帯がな、まあ、ほどけてたって、こういうズボンとか、タイトに使います。こういう。まあ、しか相手の遠い腰の方の同時に使います、ね。で、その状態で、しっかり近い方のフック、相手の腿の方に引っ掛けておきます。で、まあ、この時、フックするとき注意するのは、まあ、こういう膝の中に入れないようにですね、こうすると相手に単純にこう潰されて、これだけで身動き取れなくなるので、膝は常に相手の体の外す。で、頭はしっかりこう離すんじゃなくて、相手を胸にピュッてこうつけていきます。で、そしたら、相手の手首持って、で、このまま後ろに倒れるんじゃなくて、相手と一緒に横に転がります。で、転がりながら、まあ、さっきのバルボーザイブやってる、この足の間にこの左足を入れていきます。で、ゴロンって転がります。こういう状態。これ、今、相手の体が僕の右足のフックに戻ってる状態になるんです。この時、もうちょっと膝は外に出してもらいますね。すごく、まあ、相手のこの胴体に密着させておいてください。で、そのまま下見ながら、この大事なのは左足です。左足で、マットけんけんしながら、回っていって、ひっくり返します。こう下の足が大事です。もう一回やると、ここでちょっと開いた状態から、まあ、脇差していって、まあ、帯とかズボンとか、こう、この胴着の先っちょでもいいです。これで、相手の手首を掴んで、で、横に相手と一緒に横にボロンで倒れながら、ここで左足を引かして、ピン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 で、フックスイングで引っ掛けます。とりあえず、まあ、よくはベーシックな形ですね。